たちが来たということはプッチを倒したということか。おめでとう、ジョースターの血統どもよ。仲間も遺体も見事に取り戻し、このディオの前に再びやってくることができたというわけだ。ディオ、やろう。へっ、辛い針なんぞしやがって。もうてめえ一人だぜ。ヴァレンタインはすでに始末してやったぞ。何？お前たちが奴に何をそそのかされたかは知らんが、もはやどうでもいいこと。ジョースターどもよ、このディオのいた世界ではすでに滅ぼしてやったが、我が友プッチへの手向けでもある。少しだけ遊んでやる。さあ来るがいい、ジョータロー。遺体を手に入れて自分のマイナスをゼロに戻したいだけだ。オープンだけ。自分の肉体を穴の中に巻き込む。穴で攻撃をする。すごいな。これは。
いいもの拾ったぜ。思い知ったか、ジョー太郎さんの無敵のスタープラチナをよ。おい、いけるんじゃねえか。そのままとどめを刺しちまいな。やはりまだだ。ディオの体からダメージが消えている。前にジョニーやジョルノたちが戦った時と同じだ。これが奴の能力。どうした、
攻撃の手が止まっているぞ。もういいのか。もうお前たちにとどめを刺してしまっていいのか。真実の上書き。理解していたのか、我がスタンドの能力を。おかげさんでな。どうでもいいことだ。お前たちが理解していようがいまいが、これから我が能力を嫌というほど思い知らせてやるのだからな。バカな、これは。気づかなかったか。ザ・ワールド・オーバーヘブンはすでにその亀に拳を叩き込んでいたのだ。そして真実を上書きする。亀が消えたわ。今お前の仲間に私のパワーを大量に与えて各時代に送り込んだ。普通の人間には耐えられないほどのパワー。放っておけばじきに肉体は崩壊し塵と化して消滅するぞ。波紋を食らった吸血鬼のようにな。てめえ何を企んでやがる。そんなことを言っている場合か。丈太郎、奴の相手は君に任せたよ。今までのことを考えると奴を倒せるチャンスがあるのは君だと思う。だから仲間たちのことは僕らが何とかするよ。野郎をぶちのめす役は頼みましたよ、丈太郎さん。間違いなくこれが最後の戦いになる。いよいよだな。ああ、大詰めってやつだ。私は残るわ。父さんと一緒にやつを叩く。いいでしょう。遺体に導かれてここまで来たけどよ、こんな奇妙な冒険になるとは思わなかったぜ。の奥義を見せてやる。ゼペリさん、シーザー、すみません、二人ともすぐに終わらせます。
家の誇りにかけてお前たちを倒す。準備はいいか、ジョゼフ。俺たちの波紋を見せてやろうぜ。オープンだけ。援護を頼む。にハマっていたのか。そうだよ、このバカ。ヒヤヒヤさせんじゃねえぜ。いや、恐るべきは奴の能力。あの一瞬でゼペリさんたちを再び支配下に置くなんて。
ですが、今まで通り遺体の光で元に戻せるというのは本当のようですね。二人ともここで休んでいてください。僕たちは先に行かなくては。よほほ、来たな、テロリストども。ぶちのめしてやる。絶対にやってやる。ザヨ、君か。上州、何度でも戻してみせるさ、ザイロ。気に入らねえ。叩きのめしてやるぜ。ああ、徹底的にな。手を貸してくれ、東方。いいですよ、一緒に戦いましょう。オープンだけ。復旧の鍵を取り出す。ただ攻撃をする。終わりだ。気持ちを抑えられない。いけにえはどっちになると思う？いくぜ。てめえよ。そこから何かを頼む。もっとぶっ飛ばすぜ。くっそ、アルキミー。
あなた攻撃の命令だ。頼む。ああ。ふっ。な。水分を吸う攻撃をする。やめ、うりゃ優しくないぜ。スローダウンだ。本当にやっちまってるぜ。攻撃をする。一発発射。死ぬ。お前頼む。お天道様は今何の攻撃。なんだ。うまくいったぞ。そんな攻撃をする。どう頼む。ああ、ここは僕か。ソフト&ウェット今お前から摩擦を奪った。おら、この状況を脱出するためだ。俺に近づくな。ここは、何が起きたんだ。よし、戻ったな。ジャイロ、君は待っていてくれ。もう少しで全て終わる。必勝だぜ、ピストルズ。許さないぞ、お前たち。ミスター、それに君は。コウイチ、グレート、おめえとやり合うのはよ、そういや初めてだよな。僕の栄光図を甘く見るな。狙うのは奴らの眉間だぜ。安心しろジョルノ、怪我しても俺が治してやっからよ。クレイジーダイヤモンド、頼もしい能力だな。オープンだけ。マスト強くもっと狩りつけたぜ。シップを強くもっと強くもっと強くドラ。俺の拳銃は一度狙った獲物はよ、絶対に許さねえ。百発百中だぜ。こんなもんかよ。拾ってこいつか。射程距離あるよ。お願い。行くぜ。Oh!
に任せて。うわっ、これでドラよっ、これはダメ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 、射程距離だ、クラフのピッチャーだよ。そんな、こいつらの攻撃は行くぜ。え、あとは僕に任せて。クラフの、トゥー、俺の気を抜けたんだぜ。そんな、トゥー、クラフロ、行くぜ、行くぜ。え、攻撃をつなぐんだ。ベジータヤマト、一旦おめえを直せばよ。ドラドラ、これで全然卑怯じゃねえわけだ。行くぜ。え、お願いします。よし、全てがもう終わっている。じゃあ君の傷は僕が治そう、ジョウスケ。グレート、マジに助かるぜ。あれ、僕はどうしてたっけ。よう、正気に戻ってくれて嬉しいぜ、小一。よーし、いける。ディオの野郎がもったいぶったこと言いやがるから、少し焦ったが問題ねえ。この調子でどんどん仲間たちを元に戻すぜ。どうした、ジョルノ。いえ、ちょっと気になるんです。なぜあの男は、ディオは僕たちにこんなことをさせるのかと。僕たちを分散させるためなのかと思っていましたが、こうやって戦わせること、それ自体が目的なのだとすると、なんだって。我がザ・ワールド・オーバーヘブンによる真実の上書きには、莫大な魂のエネルギーとそれをチャージする時間が必要となる。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。ジョー・スター家はその誇りと勇気を持って運命に勝利してきた。
だがその時こそ魂の力が最大限となるのだ。機は熟した。ジョースターどもの魂、聖なる遺体よ、私のものとさせてもらうぞ。何あれは。今のはまさか。てめえ、あいつらの魂と聖なる遺体を。これで残るはお前たち二人のみ。まずは丈太郎、貴様からだ。無駄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 。貴様を始末するのはやはりザワールドオーバーヘブンの真の能力。うう、存在ごと消えろ、ジョーカー。我が手は必ず真実に届くのだ。邪魔者は存在しないという真実にな。何これは。オーバーヘブン、翔太郎がこのディオの与えた真実を上書きし直したというのか。まさか同じタイプのスタンド。ザワールドとスタープラチナは同じタイプのスタンド。こともあろうに、このジョースターの末裔が我が真実に入門してくるとは。真実か。今よく見えなかったけど、父さんの体に何が起こったの。いいだろう、どちらの真実が上か。蹴りをつけてやる、ジョータロー。父さんが奴の能力を跳ね返した。来やがれ、ディオ。正真正銘の最終ラウンドだ。オープンだけ。ジョータロー、見せてくれ真実を。スタープラチナの真のパワーを。二人で行くぜ。絶対破れん。イメラシ。てめえ。やれんぞ。これぞ膝の D の無駄だ。少し食らって二人で行くぜ。二人で行くぜ。
真実とやらか、ディオン。強い。今までの父さんとはどこか違う。ジョータロウ、お前のスタンド、その精神力を認めよう。しかし悲しいかな、能力に目覚めたばかりのお前にはオーバーヘブンは使いこなせん。無駄ジョリー残り一人。まさか我が真実に介入してくるとは思わなかったぞ。だが真実というものはたった一つでなければならない。このディオのもたらす真実、それだけで十分なのだ。礼を言うぞ。お前たちのおかげで聖なる遺体はスムースに集まり、このディオは労せずに
基本世界へやってくることができた。そしてお前たちの魂を得ることで我がスタンドはさらなる高みに到達するだろう。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、最後の最後はこのディオに利用されるのがジョースターの宿命だったようだ。やろう。さてジョー太郎、ジョースター家の最後の一人は我が手で直接始末してやろう。お前の頭を吹き飛ばせば忌々しい天敵の血筋は消滅するというわけだ。ジョースターク、最後血筋。基本世界のものだった。なんだと？なんだこれは？貴様、一体何を？やはりな。てめえの能力、どうやら拳で叩くと発動するタイプのようだな。その腕の傷が治るまでは真実の上書きはできぬ。その腕が治癒するのに何秒かかる。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。無駄。そうだ、この目つぶしは勝った。死ね。うわっ、くだらねえぜディオ。てめえの言う真実とやらはただのまやかしだ。何度も言わせるなよ。てめえは俺を怒らせた。ジョー太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。意識が戻ったらしい。早く行ってやろうぜ。なんだよ、どうかしたか。いや、なんでもね。ひでえ傷だったからな。1ヶ月は絶対安静か。ともあれ全員命が助かって何よりじゃ。すまんなポルナレフ、わしらはホリーのところに戻らなくてはならない。
いいさ、早いとこ帰って安心させてやりな。あいつらのことは任せてくれ。俺が面倒見とくからよ。退院時には必ず戻ってくる。任せたぜ。
おかしいな。今ぶつかって転んだと思ったのに。よそ見しててすまなかったな。連れを見失ってしまったな。でっけえ190以上はあるぞ。あれこの人どこかで。あまり離れるなよ。本来なら母さんと一緒に留守番させるつもりだったんだが、お前がギャーギャー泣きわめいてダダこねるから仕方なしに連れてきたんだ。用事を済ませるまでおとなしくしてろ。分かったな。うん。向こうの亀見てくる。ふん。やれやれ。一つ尋ねたいんだが、この町で東方という姓の家を知らないか。この家を訪ねてこの町に来た。